デブは嫌いか。いや俺は割とね、あのデブな女の子大丈夫よ。だからやっぱ男同士、ほら男と女がおるときはいいことカッコつけて言うけんさ、あの男同士の時の会話ってさ結構ひどいわけよね。やっぱ男同士になった時の会話で言うとね、あの女は抱けるか抱けないかとか、あいつはデブだよねとかって言うやん。もうそんな当たり前じゃないやんね、人間やけんね。俺は大丈夫、うん、あの俺は、うん、あのそんなこと思わん、うん、いや優しいとかじゃねえちゃんね、あのシンプルになんて言うんだろうね、気にならんよね。具体的に言うとね、その気にしないよね多分。おそらく掃除とかせんわけ俺って、もう本当になんか掃除とか苦手っていうかやりたくないわけよ、こう人生で掃除を。けどこの家を部屋を片付けるっていうね、もう汚すことはするっちゃうけど、そもそもやけど俺汚くてもいいよ。あの、わかる。そもそも家がブワー汚くてゴミだらけやったとしても嫌だなっていう気持ちがないわけよ。汚かったかろうが綺麗だろうが変わらんわけよ俺の気持ちはね。要は掃除ができない女とかってみんな言うやんね、そういうの嫌だみたいな、家事できない女嫌だとかさ、ご飯美味しい料理作れるかどうかとかっていう、そのなんか女の子に対してのそういう基準があるやんね。そういうの大丈夫だよ。飯も別に、うん、ウーバーで毎日ウーバーでいいし、うん、毎日外食でいいし、手料理は食いたいみたいな、手料理は手料理でいいけどね、手料理は手料理でいいけど、別に手料理は食いたいとは別に、そのなんかそんなで、あと部屋も片付けてほしいとかね、あの思うしね、うん、あの洗濯物とかもね、あの、うん、してほしいっていうか、別にそういう感覚がないけどね、あの女性に対してね、そんなに俺はね、あれしてほしいこれしてほしいっていうこのあれがないよね、あんまり、うん、俺があんまりなんか気にならんけど、ね、この求めてない、そういうのに対して、あのそういうのって、そういうなんかいろいろこうじゃないと嫌だ、ああじゃないと嫌だみたいな、極端な話性格悪くてもいいもんね、うん、俺があんまり性格いい方でもないしさ、別にそもそも、うん、全然大丈夫、うん。